広瀬勝彦広瀬勝彦から1920年10月20日は日本の海軍軍人。最終階級は海軍少将。岡藩氏裁判所長、広瀬重部の長男として文語国で生まれる。1883年10月、海軍兵学校を卒業し、海軍少尉補となる。1886年4月、海軍少尉任官。 1889年8月、海軍大尉に昇進し、日清分隊長に就任。以後、あたご、日清の各公会長、竜城分隊長、佐世保沈治府長官伝令士、海軍大臣伝令士、海将秘書官などを歴任。1893年6月、何和法術長に転じ日清戦争に出征。河野ボル号事件にも関わった。 1895年9月、軍令部第二局員兼副官となり、ついでイギリス首長となる。1897年12月、海軍少佐に昇進し、高砂法術長に就任。クレチンジュフ参謀を経て、1898年10月、海軍中佐に進級。同年12月、軍令部第一局員兼、西郷継道元帥水副官に就任し、以後、 笠木、岩手、三笠野、各副長、クレ造兵症検査課長を歴任。1903年12月、大島艦長となり日露戦争に出生。旅順攻略作戦に参加。1904年5月18日、大島は旅順沖で、紹介活動中、農務の中で、砲艦、赤木に衝突され沈没した。同月、鳥海艦長に移る。 1905年1月、秋津島艦長に就任し、同月、海軍大佐に昇進。日本海海戦に参戦した。同年6月、何は艦長に移動。1905年8月に、横須賀沈付となり、1906年3月に、休職した。同年9月から海軍大学校で、戦火学生として学んだ。1907年10月、富士艦長に就任。 筑波艦長を経て、1910年12月に退命。1911年4月、海軍少将に進級し、同年12月、予備役編入。1918年8月27日、交尾役となる。墓所は、青山霊園にあるが、弟の広瀬武雄のものと同じ場所に並んでいる。ありがとうございます。